しくさ、自分のかやば。きたーきたー、オートだ。オート機関。あらららら。どこですか？何でしたっけ？通信室の中で、通信室の中？嘘？マジ？はい。アルマさんの背中にお肉ありましたよ。あ、ごめんなさい。僕、コミサボ、でも直しました。え、嘘？マジか。直ってない。直ってない。嘘？直ってない。最後合わせたんですけど。え、待って、マジで僕じゃないんだけどな。ちょっと待って、ごめんなさい。僕通信室の近くだったけど。だったらトゥーンさんじゃない？え、じゃあ逆にコミサボになってる時にコミサボの前で殺してそのまま突っ立ってると思います。絶対人来るのに。後ろ誰か。じゃあとりあえず通信室に行った人誰ですか？僕が入った時誰もいなかったです。はい。アルマ、トゥーン、センタンでいいですか？はい。マシャカリさんはどこまで行けてる？マシャカリさんとか多分逆走してるの見てくれてると思う。ああ、そうですね。ミーティングルームから昇降機の階段ですれ違いましたね。じゃあプテラメイヤ高橋じゃねえ。ミドルネームみたいな感じ。プテラ M 高橋。プテラメイヤ高橋は藤宮含めプテラメイヤはアーカイブにいるので。はい。いたので。ナチュメ君どこにいるんだっけ？キッチン脇セキュリティ電気室です。オッケーです。柿さんどこだっけ？はい、宿舎前通路脇でミーティングルームでボタン待機です。あ、はい、だったらあれか、センターさんきついんだったらアルマくん、トゥーンさん釣ればエロちゃんの。センターさん僕見えてないですか？入り口らへん。見えてない、誰も見えてない。ごめんなさい。あ、じゃあそこローラしたら。待った待った。トゥーンさんどっちから行きました？僕右からもう一直線に行きました。メインエンジン通信で。あ、じゃあなんかその下からキッチン脇って誰ですか？夏目さんだけ？夏目さんだけです。もう一応あれですね。夏目先生はキッチン脇から右行ってました。それは見てる。多分誰か右行ってたのは見たから、多分それが夏目先生だと思います。今日どっち？うん、わかんねえ。ガチで僕じゃないんだけど。あ、5タップしちゃった。マジか。そう、自分トゥーンさんに入れちゃったわ。いや、トゥーンさんも釣るよ。いや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 。ボタン読み切るじゃないの？うん、マジ？だったらそこで。あ、刺さんなかったね。そこで直せればね。あったけど。はい、なくていい気がしますからね。いやいや、トゥンさんさ、ボタン離読じゃない？まあ、安全ではありますけど。いや、俺、僕が近づいてきたからレポートしたとかないですか？例えば、アルマさんが直してて、トゥンさんがその直しボタン読みで僕が近づいて全然直んないから、仕方なくレポート。てか直しボタン読みしてキルするんだったらその場から速攻で離れた方がよくて、直った瞬間にアルマ君って死体を発見してしまうから、トゥンさんがやってるんだったらキルしてどっかに行くべきじゃん。だからそれができなかったんじゃない？僕が見えてたんじゃないですか？僕がトゥンさんが見えてなかったんで。そうそうそう。ねえ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 。だからキルした。トゥンさんってそもそもボタン残ってるよね。あ、ありますあります。どこ行ってました？ミーティング誰もいなかったんですよね。あ、今ですか？あ、僕、あ、コミサボ直しちゃった。コミサボ。てか、殺す。いや、これ、釣らなくていいと思いますけど、僕は。まあ、自分は絶対に釣りたい。え、まあ、さっきは2秒誰ですか？僕に入れた。あ、はい。夏目先生とアルマさん。ああ、なるほど。まあ、ついてもいいと思うけどね。ついてもいい。いや、ついた方がいい。めっちゃ拒否力あるならまあ。あらあらあら。あららら。でも、ナイスですよ、ナイス、ナイス。釣れてると思います。そうですね。僕の命が。ナイスだったら、1は絶対釣れてるっていう考えでいいんじゃない？刺さなかったな。刺されば強いけどね。米サボ、初手米サボってあんま強くなくない？危ねえ、警戒されてなかった。いやー、切り下がったな。どうしよう。もう雑キルかましまくるしかねえな。いや違うわ。ロラさんだ。藤宮さんが死んでるね。藤宮さん、小宮さんも来てましたね。名屋さんと、来てた。ブテヤシさん。うん、藤宮さん、その後にコックピットに行って、コックピットのタスクを一つやったはずです。その後の話だと思う。その後、通信室に先端さんが入ってきたタイミングで、プテさんと先端さんが武器庫に行き、僕と藤宮さんがエンジンルームの方に行った気がする。うん。なるほど。じゃあ、右側メインとかにいる人いないですか？方向機の方に上に行ってるのでわかんないんだけど、その後の動きは2度目の通信妨害直したの僕です。開いた瞬間直った。メイヤさんがボタン押してるのか。じゃあメインとか電気とかシャワーとかの方に。電気は違うと思います。電気自分います。じゃあシャワーあたりか。俺バイタルずっと見てました。はい。ここでは死んでないです。で死んだのは小宮さんも治って見たら死んでました。いや、2回目のコミサボって、あ、そうか、ごめんなさい、2回目のコミサボって、発生してから治るまで10秒もなかったと思うから、かなり直近かな、そうなると。そうですね。ここ10秒以内。最初に行ってきます。無理だと思います。はい。コミサボ前。バイタル前。僕、武器庫。夏目電気室なんですけど、多分、皆さんが多分、自分はアルマとトゥンの差はないと思ってて、ロラを、アルマさんのそうそうに関してはだけど、だから、手がインポスターだった場合って別に、アルマ君に投票そのまま乗ればいいから、別に夏目のことは疑ってない。だから、ワンチャン自分釣り、夏目釣りで進行してもらうのもありかなと今考えて。あ、ない、それは大丈夫です。まだ。別に、まあ僕も、その後、なんだっけ。トゥンさんがその僕が来たからっていうのを理解できたから、それだけは多分様相は取んないと思います。トゥンさんとアルマ君のどっちかがどっちも白だって知ってる夏目先生がインポスターだった場合って、別に夏目先生がトゥンさんに入れるっていうか、アルマ君にいればいい話だから、どっちもね言えるから、どうとでも。そこのキルに関しては僕は夏目先生は疑ってないです。足草自分のかやばチン。どうすっかな。あの目見るか。まあ。バイタル見てて、まさかりさんは、まさかりさんか。直近では、停電前にはもう死んでました。10秒以上経ってるってこと？まさかりさん最終目撃僕かなと思ってて、先端僕まさかりさんが展望デッキにいる時があって、先に先端でまさかりさんが展望デッキの一番端っこでアップロードかなんかをやってたんだよね。1回出て武器庫行きましたね、多分2人で。片方が行ったかな。いや、先端が武器庫とかじゃない？で、僕キッチンのバーガーやりに行ったんですよ。で、キッチンのバーガーやって戻ったら、マシャカリさんまだ生きてた。ってことは？どこで見たってことですか、それ。展望デッキでまだ生きてた。展望デッキ出るとこぐらいだった、マシャカリさんは。それいつのタイミング？で、その後僕は一直線で、ここまで、ミーティングまで来てる。じゃあ、だいぶ前なのか。動き的にはどんな感じで、時間軸がちょっとわかんない。停電になる前とか教えてほしいな、それ。最初、結構最初、停電に2回ぐらい停電だったかな。最後の停電の、停電中に、停電中って言っても停電になってすぐ見たんで、その時には死んでました。だからもう超直近のキルじゃないっていう否定だけです。オッケーオッケー。それは多分ね、僕と柿さんも証明できるはず。見てました。で、僕と柿さんは停電中っていうか、ほぼキルクール開けてからは一緒にいるはずなので、だから明暗は白ですね。じゃあそれだったら、そのバイタル情報が本当だって言えるんだったら、僕先端が武器庫出てコックピットとか行って、マシャカリさんまた殺しに戻んないかなと思って一回マシャカリさんの生存を確認しに行ったのね、キッチンでバーガーやった後に。でもその時は生きてたけど、その後やった可能性とかってはあるから。展望あれなんか、アドミン僕見たんですけど、武器庫2の瞬間があったはずなんですよ、絶対。どうしますだから、ちょっと体験しかなと思うけど。夏美先生、なんだっけ、メイヤーさんと柿さんは夏美先生見た？夏美先生見てないけど、バイタル情報を先に夏目先生が出しており、それも偽装がない気はしてるので、なんかそんなに3人が村だったらロラで終わるから、やってほしい。はい。うわー、いやーきついな。キルってボタンですね、これ。誰が死んだ？わかんない。メイヤさん。メイヤさんだ。メイヤさんは昇降機右直して、ヌンが左側にあったので、ヌンで戻ってきて、ミーティングでって感じで、柿さんは否定できます。はい。オッケーオッケー。僕は3だね。まあ、どっちみち、ごめん、アドミン情報出すタイミングがなかったんだけど、昨日の話で、キッチン1、武器庫2のタイミングが絶対あったの。で、そっからエンジンで、宿舎前、ミーティングって感じだったから、で、もうその瞬間外してたの。だから武器庫2の瞬間があったら、多分そこは死んでたんだと思う。まあ、だから先端の理屈では、多分武器庫に僕とマシャカリさんが一緒にいたタイミングがあって、そこでキルって。多分ね、その情報を出さなかったから、ペティアさんが。僕はマシャカリさんと武器庫では会ってないから、先端が嘘をついていて、僕は左側にまず行ってないから、押せてる先端を疑ってほしいなってみんなには思ってるから、夏目さんが昇降機の方で、左側にメイヤーさんがいたっていうんだったら、切って押したっていうのを、メイヤーさんは、はしご登ってないっていうのを見てないとかない？その後、ヌーの後。けど、ヌーが左にあり、夏目かきはエンジンルームから宿舎前って言ってる段階で死体がなかったから、ペティアさんどこいたんですか？僕はアーカイブです。アーカイブか。あ、じゃあ、ペティアさん、ヌーは誰が使ってたかは見たんだっけ？動いてたのを知ってるだけ？メイヤさん右にいたのは確かで。あ、じゃあアーカイブじゃない？ヌーが左に寄ってた。だから、ペティアさんが使ってんじゃないそれ。いや、そしたら夏目とカキさんがペティアさんを見てる。ペティアさん見る。ペティアさん見てんだ。いや、違う違う。メイヤさん見てるはずだから。ヌーワを、使ってる人を見た。何を見たの二人は。なんか左にあるのを見た。で、麺屋さんは昇降機右に行ってた。ヌーを使って昇降機右に行った。大丈夫ですよね。大丈夫です。あとは持ってきて。いやもうごめんなさい。足臭いから殺されたわ。危なかったマジで。本当申し訳ねえ。ボタン読みやな。あ、ボタン読みです。もう自力でコメさま直した瞬間にボタンで消えねえかな。アルマくん残念だったね。アルマくんの範囲は僕がボタルマンいたこと僕押さないんだよ。いや、治ってないかあれ。なんか合わしたんすけどちょうど。あ、治ってない、治ってなかった。ぶっちゃけ。ちょうど合わせたのに間に合わんかったな。ハさんがキルして左に行くっていうのは通らないんですか？まあ行動を言うと、夏目とカッキさんがメインホールまで行ったんですよ。証拠機直った後で、すぐ自分がこうやって持って引き返して宿舎前の方に行ってて、その間に、宿舎前証拠機に行ったんですよね。だからヌンを使っているのであれば寺高橋を見るはず、自分たちが。で最後の方に、自分がヌンで右に行ったんですよ、もう一回。でその時にプテラさんがいなかったから、まあ、周辺には昇降機にはいないんだろうなっていう感じ。それ通んないかな。じゃあメイヤさんがはしごの、あ、じゃあプテラさんがはしごに登ってたっていうのは、メイヤさんが見てる。そう、メイヤさんに関してはヌーンを使って右に行って直した後にヌーンを使って左に行ったんかなっていうのが多分自然かな。まあそっちは自然か。あとセンターさんと並走してたんですけど、センターさんドア開けるのめっちゃ遅かったんで、でもカキさんぶっ殺してやろうと思ってたから。めちゃくちゃめっちゃね、多分ちょっと試されてんなと分かってたけど、殺すしかねえから。いやこれはセンターさんはうまかったです。いやそう僕が初手切る失敗したのが。あ、そういえばそうそうそう。あれ狙ってやったの？狙ってやりました。コメサボ自分で直してボタンで下に消えないかなって思って。